はい。皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。お仕事の方は行ってらっしゃいませ、えー。お仕事終わった方お疲れ様です。お休みの方はゆっくりしてください。というわけで、えー、今日はね、アップルはやらかす企業だよ、もともとっていう話なんですが、ちょっと今日ね、雪とか降ったんで、部屋が珍しく寒いんで、 えガスファンヒーターついてるんでゴーって音が入ったらごめんなさい。えーねまあアップル今じゃティムさんになって商売上手なんでやらかすことが減ってきましたがまあもともとねアップルはもうジョブス時代はとにかく G4 ー分もそうでしたけどもまあとにかく もうやっちゃえっていうかやりたいことをやる企業、チャレンジしまくる企業なんで、で、ジョブスさんがね、欲しいと思った、作りたいと思ったものをもう無理やり出しちゃうので、まあ思いっきりやらかして失敗する製品も数多くあったし、OS ももう漢字トークとかメタメタな時代が長かったですけれども、 まあひどかったんですが、日本語入力もことえりは悲惨な感じだったんですが、なので僕はもうずっと A トーク使ってるんですけど、うん、まあ例えば多分今年、ビジョンプロはやらかさないとは思いますが、まあ多分円安で日本だと60万ぐらいになると思うんで、ドル換算だと50万ぐらいですけど、 まあどうなんですかね、560万になってすごく売れるかと言ったら売れる価格帯でもないしあとですねまさかずも言ってましたが空間ビデオがですねあれただの 3DS 視差 3D と呼ばれるやつなのでまあ厳密には空間,じゃ空間ビデオじゃないんですよねただの視差 3D なんでなので まあ300円400円あと無料のところもありますがのアプリを使えば iPhone で撮影した空間ビデオを変換してメタクエスト3とかで楽しめてしまいますなぜならば視察 3D だからですまあそういうとこがねもうすでに Apple は ただの 3D を空間ビデオって売っちゃってるのでやらかしてるんですけれどもそこちょっと誤解を招くアップルの古代古代広告というか古代キャッチコピーというか古代名称というかまあただいずれねライダースキャナーね積んでるんでまあライダースキャナーでちゃんと空間を 3D で計測してそれで撮影できるようにする の、かもしれないですけど、現状の空間ビデオはそこまでやってないので、ちゃんと空間を空間として捉えて、撮影しているビデオ映像ではないので、まあちょっとこれ突っ込まれたらどうするんだろうなーっていうやらかしがあります。それ以外は実機を僕は触ってないので、ビジョンプロがどれほどのものかはわからないですが、 まあ予想できることは VR とか MR のヘッドセットというか、えー、ゴーグルを使ったことがない初めての人たちは感動すると思いますただしそれはメタクエスト 3PSVR2 をピコフォームそうですけど、えー、7万ぐらいですけど初めて使っても感動します 未体験の人が VRMR 経験すると感動します基本的に特にセクシー系の動画を VR で見ると超絶感動します。えー、うちだとかズサイ君んが僕のメタクエスト2を貸して、えー、ファンザイさんってもうあだ名がついてますがまあファンザで VR 動画を見たらとんでもないと感動して。 えー、貸したはずがもう完全に仮パックされてますがまあなのでまあ初めて VisionPro 使ったらすごい感動はすると思いますが多分メタクエスト23ピコ4とか PSVR2 使ってた人たちはああそれと比べてこうだなっていう感じなのかなと分かんないです僕実機見てないんでどこまで VRMR ゴーグルを使ってきた人間が まあ民生用ですけどね。ビジョンプロを使ってどこまで感動できるのかは未知数です。まあそこで感動が少なかったらまたやらかしたことになるんですが、まあどうなんですかね、その辺はね。でまあ、過去ね、iPhone にしても電波がアンテナのね、セッティングミスって圏外になるのが増えたり握ったら 圏外になるとかアンテナが減るとかそういう不具合もやらかしてますしえー、っとあれは iPhone ミニだったかなあのタッチパネルが静電式のなんですがあれが不具合があってタッチしても反応しなかったり誤動作したりっていう不良のまんま発売しちゃったこともあったり。 結構ね、やらかすんですよね。<laughs> ただ、アップルの場合はそれ放置しないで、特にティムになってからは、まあ、回収したりとか、まあ、例えばね、あのー、キーボード、MacBook Pro とかのキーボードが押したまんま帰ってこなくなったりって、あれももう回収して交換になりましたけど、ちゃんとまあ対応はしてくるので、まあ、やらかしても、 対応はしててくれるかからいいかなって感じですが昔のアップルはその辺対応してくれなかったのでまあ僕ら昔からのアップルユーザーはかなり痛い目を見てきてるのでまあもうアップルはやらかす企業だっていう前提で買ってるからいいんですがまあ今時ののアップルを使うアップルを買いたいっていう人たちはその時代を知らないので。 で、アップルのブランディングで、アップルは高級品で、とてもしっかりしたものだというイメージが強いので、まあ、iPhone15 Pro、ProMax のバッテリー発熱、バッテリーがすぐ減る問題も、YouTube とかで、まあ、騒がれたみたいに、あれぐらいで大騒ぎになるんですが、まあ、その後ね、iOS バージョンアップしてきたり、いろいろやって、結局、あの問題も、 収束しましたが、まあそうやってアップルはやらかしてももう今のアップルは対応してくるのでまあ一時ね一時的に炎上したり騒がれてもすぐ収束収束収束じゃないね収束する感じにはなってますがまあ根本的にアップルはやらかす企業だよというのは頭に入れておいてほしいしなんでやらかすかっていうと もう他がやらないチャレンジングなことをしてるからですと。で、まあ、母なる大地。前回の発表会でマザーオブネイチャーでしたっけ出てきて、まあ、ボロカス言われてたりもしましたが、あれはやらかしてないんですよ。ただ発表の仕方がやらかしただけで。まあ実際あれは、あの、まあ、エコだし、まあカーボンニュートラル100%にしますと。 あれはもう完全にアップルのイノベーションでもうアップルのサプライヤーにまでアップルはお金を払ってカーボンニュートラル100%を目指しますと再生エネルギーなり何なりを使ってもらいますとお金が必要なら出しますとでそれだけじゃなくてアップルの製品を買ってくれたお客さんたちが使う電力とかも 全部アップルが二酸化炭素を買い取るなりなんなりして、もうカーボンニュートラル100を100、100%を目指しますとやって、それを本当にやるので、まあこれは本当にイノベーションだし、まあ他にやってる企業ってなると、これができる企業はトヨタとか、もう数社になるんですよね。世界的企業の中の。 それをアップルはもう宣言して表明したんで、これはガジェット好きとかスマホ好きの人にはピンと来ないと思いますが、iPhone がなんかすごいイノベーティブなことしたとか、Mac がイノベーティブなことになったとかではないので、まあ全然触れる YouTuber さんもいないし、レビューアーさんもいないし、あれなんですけど、まあ本当にあの、 ゼロエミッションというかカーボンニュートラルで、えー、もうね再生可能エネルギー使ったり二酸化炭素排出量をっていうあの母なる大地のあれは本当は超絶イノベーティブなことでイノベーションなんですがビジネス的イノベーションなのでまあ全然ガジェッターの方たちから注目もされないし笑い話になって。 真剣に解説されることもなかったんですがまああれはすごいですとただそれを言った通りに言った年数までに達成できなかったらやらかしたってことになるのでそうやってアップルは挑戦常にチャレンジしていく企業なんで,で今までなかったものを出していくでそれをデファクトスタンダードにまでしていくっていう企業なんで。 まあ最初でできた時はなんだこれっていうのが多いんですよね。なのでまあ AirPods Pro が出た時も iPhone からイヤホンジャックなくした時も騒がれて叩かれて「なんじゃこれ!」って「何でなくすんだよ」って「AirPods Pro ってなんだよ誰が使うんだよなんだこのうどん」とか言われてたのがもう今じゃあ完全ワイヤレスイヤホン TWS と言いますが。 みんなそっちをメインで使って優先イヤホンが全然売れなくなってスマホにイヤホンジャックがないのが当たり前になってしまったのでまあそういう意味でもアップルはやらかす企業よく言えばチャレンジを続ける企業ということでまあそれをねあんまり本当語るガジェット系レビューアーさんとかいないのでまあ 語ってみようかなと思って一人ごとで言ってますが、まあ別に僕本当にアップル信者でもアップルファンでも何でもなくニュートラルに見てて、まあ昔から変わんない会社だなただ品質、製品のね、クオリティコントロールも上手くなってきて、ティムになって、ティムクックになって、商売ビジネスも上手くなって、まあ結構大人な会社になった かなやんちゃ坊主が大人になったけどでもやんちゃはしてますっていう感じになったかな成熟してきたかなっていう印象を持っていますただねまあアップルももう最近ジャーナリストよりまあテック系のジャーナリストさんよりもインフルエンサーを優先するようになってきてるんででまあ先行レビューとかも あのテック系プロのジャーナリストじゃなくてインフルエンサーさん先行に出すようになってきてるのでまあこれがこのまんま増えていったり最悪案件なんか出すようになったら僕はアップルを叩く側に回りますアップル落ちぶれたなって言い出します僕は案件出すようになったら終わりなんですよアップルみたいな企業は。 もうその時点でもう安い企業になり下がるので今でさえインフルエンサー中心に先行レビューをまいてる時点で結構僕は危機感持ってますが彼らはあくまでも素人なのでアップルってマニュアルをつけてこないし説明をちゃんとしないので本当まさかずみたいなプロのテック系ジャーナリストがこの M なんとかチップはこういう構造でこうなっていてこうなっているからこうなんですよとか M3 にしてもレートレーシングとか GPU 周りが強化されただけなんで M2 と比較するのは比較して動画の編集とか書き出しを計測するのは意味ないですよとかっていうことができないのでできるね。 アアアマチュュののレビュー,アーさんってほぼいないなでわけのわからんスペック比較というかベンチマーク比較というか検証みたいなことをやって「はい」っていう動画を出されてしまうんで、まあ、そこにアップルも製品を渡してレビューしてもらうっていう風潮を今後も続けてるようであればまあ終わっていくなって僕は 思ってますもうこれは冷たいようですが思ってます。なのでまあその辺今後どうなるか今年をアップルの動きを見ながら判断してあもうこれダメだなと思ったらアップルのことを叩き始めますし僕もこれダメなんじゃないのって言い出しますしまあちょっとね、まあ、2月にビジョンプロがアメリカで米国で発売されてその海外の人たちの レビューを見てまたいろいろ判断してなんか語るかもしれませんがとりあえず皆さんに覚えておいてほしいのはアップルは今まで誰もやってなかったことをチャレンジしてくる企業なのでやらかすことが多いですよというお話でした。というわけで今日はこの辺で。